皆さんこんばんは。カフェコアラのお時間です。この番組はインターネットのコアラがお届けしております。ホームページ天神 .coala.or.jp 私たちの映像付きの生放送がインターネット上でもご覧いただけます。本日の司会進行役は私梅野澄子と、小野トロです。藤井のせいです。いつもこれから終わっちゃうんだよなんでこうテンポここに開くのかねまあいいや、じゃあ、今日もね、あのゲスト来ていただいてますね、はい、はい、ゲストの紹介はじゃあ藤井さん、はい、うん、今日はタイムマーケットのスタッフの中村慎一郎くんに来てもらってます、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。雨たくさん降ってるね。かなり大概降ってました ね、 ね、うん、だけどさ、藤井さんもそれからあと中村さんもさ、帽子かぶっちゃって帽子びしょ濡れになってない？なってないです。なってない？本当？本当？穴が開いてるじゃん、この帽子。私も明日からかぶってこうかな。うん、いいですか？雨降ったら重たいよ、帽子が。ねえ。で、あの何？普段からずっと帽子かぶってる？いや、かぶったりかぶってなかったりですね。本当？はい、帽子早くずっとかぶり続けるとさ、男はさ、ハゲるとか言うけど。そんなことない。大丈夫です。シーンは豊富そうなのでまだまだひげきれいに剃ってるね。えひげきれいに剃ってるね。もうね、変なとこ突っ込むんでね、用心してくださいというふうな、ちょっとね、だからきれいに身だしなみを整えてる中村さん、はい、タイムマーケットで何をしてる、タイムマーケットとは何かというところからちょっと紹介してもらいましょうか。基本はタイムマーケットというフリーペーパーを発行していまして、うん、その関連でイベントを複数やっています。でそのタイムマーケットとは何かということを言わないと分からないぞ。そうですね、うん、フリーペーパーの方が一応福岡を拠点に、あと熊本、京都、東京の方にもスタッフがいて1万5000部毎月月末に配布してるんですけれども、うん、内容としてはその情報ですね、あのライブであったり映画とかアート系の情報とか、その街で遊べるような情報、イベントの情報とかを、皆さんに提供しているフリーペーパーなんですけども、特に音楽を主体にしているということね。そうですね、はい、うん、でそれから、はい、あのイベントもライブであったり、うん、ファッションショーを含めたオムニバスイベントだったり、アート系のイベントだったり、映像を交えたイベントだったりっていうのをいくつかやってるんですけども、うんうんうん、中村さんはそれ専属？専属、そればっかしやってる？いや、そればっかしじゃないですね。一応もうあのスタッフは好きでやってるので、うん、はい、普段は何してるの？普段は飲食店で働いてます。お、かっこいい。美味しそう？美味しそう？どこ？お腹空いてるからね。何系ですか？何系ですか？ピザ屋さんと串揚げ屋さんです。大好きや。ピザ、ちょっとビール飲みたくなるね。もうね、違う話に行ってますからね。そう、じゃあ、普段はそうやってね、うん、ちゃんとっておかしいな、働きながら、うん、このタイムマーケットをみんなで作り上げていってると。そうですね、はい。あなたは何年ぐらい、はい、ずっと、うん、何年ぐらいこれやってる？何年ぐらいだよ、3年、4年ぐらいですか、ね、あ、そう、はい、音楽にやはり興味があるというか。そうですね、最初は、はい、ライブにずっと行って、てまして、その読者だったんですよね、タイムマーケットというフリーペーパーの、うんうん、で高校卒業してしばらくずっと経って時間も余ってきたし、うん、何かしようかなと思ってスタッフになったんですけども、はい、こういうのいいね。じゃあコアラスタッフにさ、島の人を探してきてさ、うんうん、ちょっとコアラスタッフなりって、ね、そういう何ですかね、冊子を作るのに興味があったんですか？いや、その編集とかいうことではなくて、うん、その なんだろう、そう言われるとあれですけど、とりあえずなんかそういうことに関わると面白そうだなと思ったし、うん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 、参加することにいいやろでしょ、はい、コアラもそうよダメかな昔ね、あのコアラっていうのはさ、面白くてさ、今は株式会社だけどね、ボランティア団体だったわけね、はい、インターネットなんて世の中ない時期だったから、情報化って面白いよ、コンピューターと電話線つなぐと面白いことができるよって言ったことをさ、みんなでから始めちゃったわけね。面白いから教えられる、ね、教えるからまたみんな集まってくる、教えられた人がまた教えたくなっちゃう、言ったことでね、お助けたいとかそれもできちゃってね、人がじゃんじゃん集まるようになったの。で、例えばさ、あの毎月フリーペーパー僕たちも作ってたんだけどね、ガリ版釣りで、ね、200部作るのがやっとだとかねその程度だったんだけど、ガリ版釣りだからね、それでもね、それ作りにね、毎月、2回、30人ぐらいがね、我が家に集まってきてね、
うん、うちの奥さんねご飯食べさせるの大変だったからね、うん、だからそうやって集まるのが楽しい作るのが楽しいということがあるのよね。そこからスタートしてねいろんなことが起こってくるからね、うん、多分今素敵な時なんじゃないかな、うんうん、そうなんですね、うん、タイムマーケットは何人でされてるんですか。今10人前後でしょうか、うんうん、はい、よし分かった。これからもコアラは無給 の, あのボランティアスタッフをたくさん用意して、なんかいい方ないかなまあそんなことだけどさ、じゃあ中村さん自身は音楽は自分では演奏しないの。そうですね、自分は今やってないです、うん、今っていうことはどういうことなの、はい、前昔は高校の時はちょっとやったりしたんですけど、はい、うん、やっぱどうしてもやりたくなるよね聞けばね。そうですね、うんうん、どういう系が好きなの。いや何でも好きと思えば、うん、じゃあ藤井さんのパンクロックはどこだ。どうですか藤井さんのバンドも、はい、もちろん聞きます。トライニールとダメかな素直に言えないです ね, ねえ僕もよく言うんだよ会社でね、あ社長って優しいでしょって言ってもさ素直に聞く、ね、素直に言えないですよ ね, ねえ困るねこれ。誰が優しいって言うんですか。世の中素直になきゃダメだよって言ってまあそういったことでね、いろんな人たち、じゃあ、うん、あのタイムマーケットの雑誌作るだけでいろんなミュージシャンとか接してるわけでしょ、会ってるわけでしょ、はい、うん、昨今ではじゃあどんな方々気に入ってるかな。皆さん注目でこれがいいよっていうおすすめのある、うん、そうですね、今よく聞いてるのはフィッシュマンズというもう今解散しちゃってるバンドなんですけども。解散しちゃってるの、はい、フィッシュマンズ、うん、フィッシュマン福岡のバンドで、福岡のバンドでだと、うん、そうですね、ロレッタセコハンとかですね。この前コンピューターなんじゃなかった、うんね、来てくれましたね、はい、うん、そう美人な女の人がいるとこですよね。あ、そうです、それだけ、はい、すごい覚えてますドラムの女性がとても綺麗な、はい、とても綺麗、はい、ね、うん、うん、うん、そういうことだけがちょっとこう受けてるところですからここいやいやあの男の人もすごい印象的でしたなんかスーツ着て、はい、そっか、うん、よしじゃあ一曲あなたがおすすめする音楽聞いてみようか。最初バンビーノラジオという福岡で活動しているバンドなんですけれども、うん、3ピースでギターボーカルとベースの前の2人が女の子で、ドラムが男性の3ピースバンドなんですけれども、そのバンビーノラジオというバンドの曲で桃色エレジーです。
この女性の声に、うん、惚れた同級生なんでしょ。そうなんです、うん、はい、なんかすごい耳に入る、ねね、残っちゃう ね、 ね、うん、雨の日かわいい女の子ですよ、ね、そのうち呼びましょうね、なかなか、そう、ついてくるね、かわいい人は大賛成、ね、大賛成ね、うん、大歓迎ね、大歓迎、ね、まあ、中村くんも歓迎うん、あれだけどさ、こんなアート、音楽を聴くということで、インターネットをどのくらいやってる、うん、やってるっていうほどやってるわけではないですけども、うんうん、まあたまにちょくちょくやってる、必要であれば使ったり、うん、はい、福岡音楽ポータルサイト、あんまり見たことが、あら、これダメだ、ね、まあ、ちょっともう今日お仕置きだ、お仕置きですね、今バックにね、あのタイムマーケットのホームページが載ってるんですけど、はい、これは何か手掛けていらっしゃるんですか。これはこれは手掛けて何か作成とかされてるんですか。藤井さんはね、よしえ日記を書いてるみたいなんですけど、うん、でもアートコアっていうあのイベントが、はい、彼が代表っていうか、はい、担当になってやってるんで、うん、そのアートコアのお知らせとか、うん、説明とかも、はい、ありますね、ホームページ上で見れます、はい、あ、そうか、よし、分かった、うん、じゃあアートコアの責任者ならアートコアのことをじゃあ追求しようか、うん、追求してくださいアートコアとは何ぞ。まあ、要するに大きいグループ展ということですね、簡単に言えば、うんうん、その福岡で活動しているクリエイターとかアーティストの方に、そあの発表する場や機会を作ろうということで立ち上げたイベントなんですけれども、やっぱりギャラリーとか借りると1週間単位でかなりすごいお金がかかってしまうので、やっぱり一組一組とかではなかなか負担も大きいので、それをできるだけお客さんにも出していただく、出店者の方にも大きい負担にならないように、そういうバランスを取ったイベントをやれればと思ってこのイベントを今運営してるんですけども、うん、今回は16回目です。16回目、はい、で7月の5、6今週末ですね、はい、あの毎年じゃなくて定期的に非定期にやってるのね、3ヶ月から4ヶ月に1回定期的に、ね、はい、で今回はさ、なぜ梅雨の最中に稽古神社でやるって、そうですね、はい、これ稽古神社でしょ、はい、あの外でやるんでしょ。いや、お家の中が、あ、そう、はい、びっくりした。なんか私音楽のイベントと思ってたらあれなんですね、うん、いろんなアーティストの、はい、うん、そうですね、僕今こうチラシをね見せてもらってるんだけどね、はい、こういうチラシじゃなくてホームページで見るかと思いきや、面白いですね、こういうなんかいくつか漫画とかさ、バッグ、それから写真、はい、イラストが結構多いね、やはりね、そうですね、うん、結構ポップなものから、ね、結構リアルなものまで、社長これ行ったらいいんじゃないですか、はい、行きますよ、あのスカウトしに行かないと、コアラに、あ、さっきのスタッフね、うん、スタッフと、ね、働くと楽しいよとか言って ね、うん、見た方がいいでしょ、どうせ、うんうんうん、ね、それ相手の人、物じゃなくて人を見るよね、人でしょそうです、その通りです。僕コアラっていうのはさ、人懐っこい人が欲しいの。違うよ、顔です。だからほら、こんなに美しい2人がね。もう一曲行こうか。もう一曲ぐらい、じゃああなたの好みは今どういった方向、さっきの方のとは違って、そうですね、うん、ちょっとアバンギャルドな感じのバンドなんですけども、はい、うん、スノッピーというバンドで仏滅という曲です。おWe'll be right back.
これはドラムのリズムが歯切れがいいね。ね、はい、とても面白い感じで、うんうんうん、あの曲全体の感じっていうのはガロリに似てるね。そうですか、ね、私も大好きなんですよ、スヌーピー。いや、あの、うん、あの声の出すところ、はい、なんか似たような曲があったような気がするし。そうですか、うんうん、リズムも面白かった、うん、こういう人はまた僕も聞いてみたいね、うん、そう、かっこいいんですよ、本当、うん、教えて、今度また聞きに行くから、はい、ね、こうやってね、この番組の良さはね、こうやって新しいよ、僕の面白さを探すチャンスがあるっていうね、いろんなね、バンドの方に出会えますよね。社長のためにあるんです。そうです。コアラは社長のためにあるんです。今日のお昼ご飯っていうね、コアラの中でね、今日のお昼ご飯っていうコーナーがあってね、美味しいものを一生懸命女の子たち食べに行くんだよね、はい、それをレポートするんだよね、うん、誰のためにあるのかと。そのコーナー、私たちのためにあります。そうなんです、つまりね、スタッフのためにある、すべては。そうなんですね。でもこれは社長のためにある番組です。じゃあもっといろいろやってもいいんだな。じゃああれだ、あのこの何アートコア、今回の7月の5、6、土曜日、日曜日、はい、それぞれ昼から、土曜日が13時から夜の 8時まで、もう暗くなってるな、はい、7月の6日は日曜日は12時から19時まで、はい、稽古神社である。出たい人は3000円払えば出れるとか言って、ホームページでも今回は出れない。今回はもういっぱいになっちゃった、はい、もう締め切ってるんですけども、ね、はい、次回が12月の6と7、3、4ヶ月ごと嘘じゃないそれ。そうですね。8、9、10、11、11、12、13、14、15、5ヶ月後でした。そうね、で、あの入場料が統一は500円、またはマイルが300円ということ、はいはい、この全然関係ないんですけども、あのこの紙資料のですね、すいません、今ちょっとネットでは見れるんですけども、資料の女の子の写真、はい、これすごいいいと思うんですけども、はい、これはマスの恵美子さんという方の写真で、はい、今回表紙に使わせていただきました。なんで社長知ってるんですか。これ書いてある。裏側に書いてある。かわいい。今回おすすめとおかしいね、みんなおすすめだけどさ、はい、ちょっとじゃあ中村さんが個人的に気になってるところはどこかな。そうですね、まあ好き嫌いになってしまうんですけども、うん、菊池恵美さんとかイラストのですね、自分は結構好きですね。あ、本当、はい、大村宗明くんはあのホークエナフのベースの人です。ああ、なるほど、この前来られた。へえ、バンドの人もちょこちょこ出てますよ。なるほどね、はい、僕もなんか出してみたいね。出してください。何出したいんだろうか。ジーパンの古着とかそんなしかない。そうなのでもいいんですか。ダメです。なんかアートがある、アートですよね。アート、じゃあ、うん、それ私の喋りがアート、ね、ダメか。じゃあ、うん、社長がアートじゃないですか。ウィ飾っときましょう。顔おかしい。通り過ぎますね。はいはい、話を書いてやる。中村さんはコアラ知ってた。はい、あ、よかった。福岡音楽ポータルサイトは知らなくても、あ、知ってたかもしれないけどあんまり見てなくても、はい、コアラ、じゃあ なんで知ってるんですか、コアラ。考え込んでる。ありましたよ。え、本当に私が入社したからじゃなくて。いや、でもそう、そう、あ、でも藤井さんがね、それから詳しく知りましたけど、うん、コアラっていう存在は知ってました。あら、すごいね、はい、インターネットプロバイダーとして知ってました、うん、あ、いや、そこまでは分かってなかったですけど、まあ、そのインターネット関係の会社っていうのは、はい、うん、あのみんなに PR してくれる。何する会社か分かってないと困るけど、ね、あのこんな、アートの人たちが載せるページは安く提供するとかね、はい、プログラムも含めて根本的にインターネットの仕組みを見せてね、あの作ってあげることもできますと、はい、うん、あと何がある、考え込んだりして、あの今あの作ってる5000円のホームページ作成もですね、うん、あのこういうアーティストの方も作れない方は利用、うん、ぜひね、利用してください、うん、そうですよ。ホームページ作るのが、まあ、作ったことないという人たちには、うん、5000円で簡単に作ってあげられるキットがありますということね、はい、スターターキットがありますということね、うん、はい、それから ADSL があってね、日本たまたま今回も日本で一番最初に発表してしまったんだけど、24メガの ADSL サービス、7月の終わりか8月の初めにはスタートできる、はい、ね、今申し込めばその間、ただあれ、そうですよ、ね、でも1ヶ月か。ねえ、ね、早いですね、もう8月まで ね、うん、あと7月ですよ、うん、中村さん、あのみんなに PR してくれる。ぜひ、ね、ぜひぜひ、うん、コアラの中、それから福岡音楽ポータルサイトの中、まあ、それぞれにミュージシャンたくさん取り上げてるからね、はい、うん、でこの人取り上げたらいいっていうのを教えて。いや、でもすごい情報量が広いので、うん、
なんか自分が知ってる範囲では大体あるような気がしますけどね、はい、じゃあ20名いこうかぼちぼち20名だってミュージシャンとは大体進歩するか後退するか分からないけど変わっていくんだよね。そうですね、はい、もちろん。だから1回取ったら終わったってことじゃないもんね。ね、我々も進歩するか、うん、後退するか、はい、今週末ね雨降らなければいいですよね。そうですね。でもなんか室内だったら大丈夫か。でもですね、はい、なるべく晴れて、ね、晴れてくれた方が気持ちいいので。なんかチケットプレゼントするの。あ違う、これ7月20日の分、はい、これはゼップ福岡で7月20日ですね、はい、ブラボー天国夏祭り、バンド10バンドとフリーマーケット飲食店ですね、みんなでやりますんで、このチケットをプレゼントします。詳しくはコアラまで。コアラのホームページ、はい、もうコアラ何やってるか分からなくなってきてるね音楽屋さんになってきてるね、うん、そのうちのフリーマーケットなんかタイムマーケットじゃなくてフリーペーパーも作るからぐちゃぐちゃになってます、ね、いいじゃないの、もうすぐ終わりだね、はい、ということでまた来週も面白おかしくやりたいと思いますね、はい、今日は中村さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さん来週までさよなら。さよなら。